二肺葉動物の幻聴肝乳、胞肺から幻聴肺の形成。外肺葉細胞の一部は内側に移動して内肺葉を形成する。腹口は胞肺において幻聴肺形成中に形成される肝乳部の入り口部分を言う。典型的には胞肺は外側を一層の細胞に囲まれた中空の構造となる。この空洞を乱活空という。 次の段階として、この細胞層のうち植物極側から卵葛空に細胞層が貫入、あるいは動物極側の細胞層が植物極側を覆うように移動することで二重の細胞層を持つ肺が形成される。これが幻聴肺であり、内側の細胞層の内側が幻聴となり、これが後に消化管に発達する。この幻聴は植物極側で外部とのつながりを持ち、 これが、消化管の最初の口としての腹口である。動物の消化管は普通、口と肛門という二つの開口を持つ。腹口はそのうちの一つなので、ほとんどの動物では、反対側に新たな開口が作られることになるが、その際に腹口がどちらになるかは、動物の群によって決まっており、腹口が口になるものを急行動物、肛門になるものを信行動物という、 変形動物と、四方動物とあり、クシ動物では、消化管は途中で猛炭になっており、消化管の出入り口は一つしかなく、これは腹口に相当すると考えられる。すなわち、進行動物でも、急行動物でもないということである。このような特徴は、動物の系統を考える上で重視される。なお、人類は、進行動物である。ありがとうございます。